ちゃんはよく分かんなく震えてるからいつも。じゃ本当にずっと尻尾ふりふり可愛い。ずっとね、パッてゲージとか見ると震えてる。クッてクッてクッて見てる。カマチョですね。うん、カマチョ。どうしたの震えてんの。パー3。はい。148。148です。6番アイアン。え？やばい、届かないかも。そんなないです。うん。そうだよね。はい、これちょっと上げ。あるんです。上げです。ああ、ダメだこれは。やばい。カーテン見て。やばい。なに？お。念を送りました。斜面ですね。なんかアゲインストのことをあげてるってみんな言うんですけど、あげあげあげって言っちゃうんですよ。最近流行ってる、あげあげ。あげあげ流行ってます？うん、流行ってる。本当か。22歳ぐらいの子たちが言ってた。港区で。うん、あげ。あ、じゃあやっぱ合ってるわ。最近あげなの。あげあげって。下げ下げとか言って。絶対嘘でしょ。ほんとほんとほんと。あげあげ。それ何、どういう気分で言うの？うち上がってる時にあげ、下がってる時に下げ下げ、下げ旬ですみたいな感じです。じゃあ風も上げだし私も上げです、ね。はい、9番アウトでいきます。はい。おお、左か、もっとゆっこさんの真似。これは難しいですよ、かなり。うまい。もう今強く入りすぎた。入ったかと思いましたよ。ガサって入りそうだったよね。え、マジね、あと1センチぐらいでしたよ、ね。うまいな。跳ねましたもんね。ここら辺に打ちたかったんだけど、やっぱちょっと力入っちゃいましたね。跳ねましたもん。ここに打ちます。ここに当たったもんね。斜面に沿って打ちます。左足体重のままね。左足体重のまま。うん、うまい。もうナイスナイス。私はスライスラインです。パパとかユキリみたいに入れたいな。な、弱いな。うん、毎回全部足りません。まっすぐ。まっすぐ。うまい。あ、優しい。全然違ったわ。優しい。オッケー。入れます。はい。うん。ボギー。ボギー。これ入れないと。左内側強め。ケイ、はい、ありがとうございます。ボギーです。かわいい。かわいいです。かわいいの。マク、マク、かわいい。近い近い。これは双子です。なんか三つ子なんですけど、2匹だけ。三つ子中2匹。ねえねえねえ、バイザー可愛くないですか？デサントです。しかもさ、なんかさ、光に当たったら見えるっていうのがめっちゃいい。そういうシンプルなの大好きです。デサント大好きですね。よく着てますよね。デサントは XS があるので。あ、サイズがね。そう、背が小さい人も着れるんです。なるほどね、そういうことか。寒そう。うん、ふわくんここおいで。ねえ、じゃあママ寒いからこっちおいで。ふわくん、ふわくん、こっち置いてて。よし、かわいい。こっち置いて、ほら、ほら、ほんとにペアルックみたい、じゅんさんとトムを。ほんとだ。欲しい？いい。ペアルックです。抱っこしてたらそういう風に見えるかな。うん、めちゃくちゃいい。ゆ
きちゃんもらった方がいいこれ。あ、うん、かわいいペアルック村上ポモとジュンさん。アサロです。かわいい走り方までかわいいのね。ぴょんぴょん。うん、ポモ来て。ポモさん、あ、やめろやめろ、洋服が汚くなるからやめろ。ポモさん、ブルちゃんはね、ジャンプってやったら、ブルちゃんはね、はい、ブルちゃん、はい、ジャンプ、ね、なんで、抱っこ、こっちでしょ。ブルちゃん、どこ行った。なんだよ。ブルちゃん、はい、撃ちますか。はいで、はい、撃とう。なんだよ、なんだよ。またなくなるかも。パー4、200、うん、261? 短くないですか。え、やっぱでも木の上行かないと。うん、本当はドライバーじゃないっすって。うん、うわ大丈夫、ナイスショー。あ、でかい、でかい、あ、セーフ、セーフ、やだ、カート道から、カート道でも届かないですよね、私。いや、ゆきちゃんがそこまで行ったら、ゆきも木の上でいいと思う。うん、ちょっとね、ダフったから。こっち側？左です。カート道の手前、オッケー。ありがとうございます。もも行くよ。ふるちゃん、はい、お手は、お手、お座り、お手、英才教育。おりこ。おさり。はい。でもこれしかできない。回れとかできないんですか？回れはね、こっちはできる。あ、そうなんですね。回れとワン。それ自分で、自分でやるんですか？そう。自分で教えるんですね。キュッてやったらできる。クルンって。打ちますね。これ私、球なくしそうな気がする。右目。やばい。いやー、入ったか超えたかどちらか。いや、入ってる、入ってる、入ってますよね、うん、入ってると思う。入れちゃった。どうしよう、大きく打ちたいよね。100なんですけど、100打つか。100打ちます。谷を越えて、谷を越えて、あれか、登ってるからやっぱ9にします。あそこだよね。うわ、全然やばい。全然避けちゃった、右にね。ユキリンのボールは谷ですかね。谷の中入っちゃいましたかね。バンカーにはあらずですか。やっぱこの底に落ちてると思います。ここら辺からワンペノで、ワンペです。4打目、どうしよう。P だとでかいんですよね。サンドで、しっかり。ちょっと短く持って。はい。緩まない。はい。もうちょっと左向いて。OK。はい。ナイス。大きい？大丈夫、ぴったり。ちょっと大きかったかも。うん。でも、ああ、大丈夫、乗せる乗せる。ナイスオンです。さすが、純さんの助言はいつもね、バッチリなんですよ。ちゃんと止まってる。ゆばちゃんも今度ちゃんと回りましょう。ちゃんと回ります。うん。あの、純さんと、あ、純さんとしたら、いや、そしたら多分めっちゃとか言われながら違う違う違うとか言われながら厳しい。いや、でも上手くなります。でも本当に上手くなります。厳しい人とゴルフ回ったことないんですよ。私厳しくないよ。本当ですか。うん、こんな感じ、常にロングパット。よし、
れ私反対見ちゃった、うん、あらやばい、あらあフックだった、でかいの青木が、そうだよね、こっからフックじゃんね、でも全然フックに見えない、ワンちゃん、これ入れないとスリーパッドだ。うわやべ、やばい。ボギー。ナイスボギーです。私はパーを取りたかったんです。ツーオンでしたもんね。はい。やっぱロングパッド残った後が大変。ね、なかなかね、2パットでできないんですよね。あ、直さないと。これもなんか、やり方が違うとか言われるのかな。OK です。あ、ジュンさんに感化されて。え、いつもやってますよ。あ、本当ですか。え、やってるじゃないですか。本当です。適用が。いいでしょ。適用が悪かったですけど。そうだ。パー3。107?95 ヤード。ピッチングで打ちたいんですが、はい、ちょっと上げなんで。上げ。9。上げてないのかな、もしかして。9なんで。ナイショー。ちょっと弱いかもしれない。エッジ。もう。手前ですね。さあさあ。寄せの青木が。寄せ直しです。私も乗んない気がします。9番アイアンで打ちます。はい、右にバンカーあるんでね。あ、言わないでそういうこと。はい、左目。おお、いいじゃん。ナイショ。うん、いいとこよ。あとは距離。あー、ちょっと足りない。うん、惜しい惜しい惜しい。キリンも手前です。はい、ナイショ、ありがとうございます。どうしよう、どうしようかな。5、6。結構距離あった、もっと近いと思ったら。大丈夫だよ。そうそうそう、あ、いいじゃんいいじゃん、そのまま打てれば。ボールこっち来い。いいよ、その速さ、その速さいいよ。いいじゃん、うまい。あー、でもやっぱちょっと強かった。しょうがない。しょうがないしょうがない。そしたら振り幅をもうちょっと小さくよみたいな。やばいな、この逆目の感じ。振らないに滑らせて。うまっ。あ、そっち？なんか全部逆に見えるラインが。雲か。聞いたことない声が出た今。自分でも聞いたことない声が出た。パーパットです。はい、お、惜しい。惜しい。ナイスタッチ。オッケー。オッケーですか？はい、ありがとうございます。ボギーです。入れる。入れましょう。真ん中ゾーン。オッケー、ナイスパーです。やっとパーです。ありがとうございます。でもさっき何だったんだ、説明をするという配角も買って分かんなかったですか。分かんなかった。こうやってきてない。あ、私のクラブ持ってる。あ、持ちました。入れてますね。うん、thank you.